はい、こんにちは、バクです。幕末公認伝をにやっていきましょう。前回に引き続きまた、やり残し要素のね、攻略となっていきます。攻略というか、潰し込みですね。海辺の村にやってきているんですが、ここにもね、また妖怪がいるらしいんですけど、どこだろうな。あ、ちょっと待って。これメインストーリーだな。どうしても蝦夷に行かなきゃならないんだ。そうだな、あんたたちが自分の船を作ってきたら連れて行ってやるよ。自分の船を作る。ああ、カツラ、腹が減ったよ。ああ、おにぎりならあるけど食べるか。ありがとう、いただくよ。ふう、助かった。お礼に助太刀いたすよ。あ、待って、これは妖怪じゃないのか。仲間か。カツラが仲間になった。ああ、攻撃大ですね。攻撃大、官兵と交換しようかな、じゃあ。じゃあね、次はヘライ村ですね。ここは妖怪がいるのかな？あ、ここにいるのか。ポックンは人間だよ。妖怪が何言っているんだ。この場で退治してやる。あ、退治しない。この子人間と同じように暮らしたいだけだよ。退治するなんてかわいそうよ。妖怪の村に連れて行きましょう。うん、ちょくちょくと増えていきますね。じゃあ次は飯田町。まあ、大和丸の、故郷ですね。一番最初の、自宅の蔵。蔵の中にいるみたい。どこにいるんだ？ああ、いたいたいた。ここに。キャ、見つかっちゃったに。妖怪め、こんなところで何をやってるんだ。お父さんとはぐれたに、一人で寂しいだに。この子お父さんとはぐれてしまったみたいね。かわいそうだから妖怪の村を紹介しない？紹介しましょう。そうだな、一人では何もできそうにないし。助けてくれるだにか、嬉しいだに。俺たちが作った妖怪の村があるから、そこで暮らせばいいよ。わかっただに。これあれなんですよね。なんか妖怪一人一人に対して、微妙にね、選択肢の内容が違うんですよね。妖怪の村に連れてく流れも、ちょっと細かいですよね。で、次は出雲村。ああね、今日はここで止まらない。そうだ、これもあるんですよね。まあいいか。ありがとう、大和まで。なんかね、出雲村に来るたびに、夢を見てるんですよね、そういえば。さえがみ家の。これも、ひたすら夢、あれ夢がない。あれ夢見ないの？あ、これかな？怪しび？あ、見つかっちゃった。なんでこんなところに妖怪がいるの？もしかして。覚悟。待って待ってよ。あたいの話も聞いてちょうだい。怪しびの話を聞きますよ。聞きましょう。とりあえず話だけは聞いてやろうじゃないか。あたい弱いから、妖怪仲間にすぐいじめられて、ここでひっそりと過ごそうと思ったの。じゃあ、ここを襲ったのはお前じゃないんだな。はい、あたいそんなことできません。だとよ、どうする夏目。もういいわ。この子も大変だったみたいだし。もしよかったら、私たちの作った妖怪の村に来れば歓迎するよ。ありがとう、あたい嬉しいわ。歩いていくんだ。じゃあ、ここまでで一回妖怪の村に行きましょうか。何か変化があるのかな？これまたおにぎりくれるんだ。おにぎりをもらった。こんないくつももらえるんですね。で、特にまだ村は発展していないのかな？家の中を燃やさないように気をつけなきゃ。あれ、鶴瓶落としが家の中にいる。私、決心しただに。あなたについていくだに。あ、コウニを連れていけるんだ。おめえさんじゃ無理だよ。やめときな。来たいって言ってるんだから連れて行ってあげればいいじゃん。これでも鬼の末裔だに。わかったよ。あ、仲間が増えました。コウニ。あ、妖怪も仲間になるんですね。コウニ、どこだ？攻撃中、沈黙の効果か。そしたらこれで一通り寄り道は終わりになるのかな？大丈夫かな？この出雲村のイベントはこれ以上何もないのかな？一応ね、出雲村に来るたびに、
休んでいくことができるようなんですけど。あ、いや、まだありますね。続きがあるのか。これはトモヤと、あ、名前全然覚えてない。お帰りなさい。花嫁さん綺麗だった。あー、綺麗だったよ。いいな、私も早く花嫁衣装着たいな。じゃ、冗談じゃない。夏目は嫁にはやらんぞ。どうしてもと言うなら、この俺を倒してからだ。何よそれ。そうだよな。さえがみの女を嫁にしようってんなら、それなりの覚悟がいるよな。俺とも勝負してもらうぜ。元屋兄さんも、春季兄さんもいい加減にしてよね、バカ。は、夏目。また怒らせる。まったく二人とも。じゃあ、青春兄貴は夏目がどっかの馬の骨に連れてかれてもいいのかよ。いや、それは、一応私と実勝負をしてもらわないと。これ前に見た気がするな。同じじゃない？これ見ろ。なんか前に見た夢と同じじゃない？なんだか懐かしい夢を見たような。さあ行こうぜ。何なんだろうな。何も特に進展はないんですかね。わからないけど。じゃあね、蝦夷に向かって行きたいんだけど、これはどうしたらいいんだ？自分で船を作ってって言われてもな、船を作ってきな、話はそれからだ。どうしたらいいんだ？船を作るには、どこかの森で木を手に入れないと。これなんか、どっかの森が材木が豊富でっていう話ありましたね、そういえば。船を作れるほどの樹木、材木が欲しいなら、南の龍ヶ森に行くといいわ。あそこの森に行くのか。船を作る材料を集めなきゃいけないんだ。どこだ？ここかな？あ、ここですね。前にね、チラ見しに来たこともありますけど、なんか変な妖怪が出てくるんだよな。材木どこにあるんだ？とにかく奥に奥に向かっていけばいいのか。出てきたぞ。硬いよな。ちょっと硬いんだよね、こいつら。あー、でも倒せるな。割と簡単に倒せるな。痛いな。今のはクリティカルか。どこに行け、どこまで行けばいいんだ。一応、一本道にはなってるようなんだけど、ひたすら進んでいけばいいのかな。まあ、なんかぐるぐる回って、森の真ん中に向かってる感じですかね、これは。ん？あ、この木？この木なら船を作るのにいいな。なんじゃと？神木だって。わ、木が喋った。わしを船の材料にしようじゃと、このバカ者に思い知らせてやれ。木霊が襲ってきた。あ、ボスがいるのか。あ、木霊。木だな。どうしようかな。稲荷神とりあえずかけますか。ほんで、ちょっと火に弱そうな気がするんだけど、どうかな、火災炎。え、あ、効かないの？効かないのか、劣化剣は。あ、劣化剣強いな。剣術で戦っていきますか、じゃあ。うん、まあいいんじゃない。うおー、何これ。え、何属性の術？痛いな。起点抜刀。あんまり効かないですね。回復しようか。うん、劣化剣が今のところ一番効くな。大和丸。すごい強い。どうしようかな。総人到来。あ、もうダメダメだな。え、回復？回復しやがった、こいつ。一点損破。うん、効く効く。トウヤがね、やっぱり強いな。今のところ。ジュウロータがいまいちなんだよな。ああ、まだ倒せない。だってこれ何属性の術なんだろう。すごい痛いんだけど。しぶといな。ちょっと回復しよう。結構ヤマト丸のダメージが痛いんで。ヤマト丸劣化剣をして、ジュウロータも一旦回復しようかな。うがー。
なんだそれ。あ、混乱か。一点相反。OK、倒せました。経験必須、経験1000。格が上がった。氷解撃を覚えた。重浪太は風属性、氷属性なのかな。化け物の森かよ。だったら今のうちに燃やした方が。待ってよ、ヤマトまで。森ごと燃やしたら、普通の木まで焼けちゃうのよ。え？構わず燃やしますか？いや、燃やさないんじゃない？森を焼き払う？いや、いい絵にしとこうか。そうだな、やめとこう。そなたたちを誤解していたようじゃ。うん。この大きな木が喋ってるの？人間どもは見境なく木を切り倒すからの。つい乱暴をしてもしもうた。詫びの印に、わしにできることがあれば聞いてやるぞよ。少し材木を分けてくれないか。海を渡って蝦夷に行くために船が必要なんだ。仕方ないの。約束は約束じゃ。しかし、船を作る技術はあるのか。それは。性のない奴らじゃの。え、あれもういかだになってないこれ。失敗されて余計な材木を使われてはたまらん。おまけじゃよ。ありがとう、大木さん。え、いかだを手に入れた？気が利くな。いかだにしてくれるんだ。あ、カツラが出てきた。強いな。今のが攻撃大の威力。攻撃大中小っていうのはまた前作と同じなのかな。あの敵の最大 HP の、なんだ、何か覚えましたね、今。敵の最大 HP の何分の1ダメージみたいな。それは同じなのかな。は、強っ。弦の棒が効くな。飛炎相当覚えた。新しい剣技覚えますね。じゃあね、海辺の村に戻って、一旦宿屋で回復したいけど、あれ、ここの村って宿屋なんてあったっけな。セーブだけしておけばいいんか、とりあえず。宿屋ないですよね。なかった気がするな。じゃあ船頭さんに話していきますか。これで北海道に行ける？船を作ったって？じゃあ約束通り、蝦夷へ連れて行ってやろう。イカダで？イカダで行くの？うん。オイラの船は壊れてるんだ。でもオイラには裏技があってね。あ、人魚だ。人魚？これがオイラの裏技だよ。イカダ、蝦夷に運ぶね。あなたたち早く乗るね。やっぱりそういう口調なんだ。大丈夫なのか？私、とても力持ちね。心配ないね。他に方法はないんだ。お願いしよう。それじゃあ出発ね。変わりないですね、この人魚。まあ、貝殻に乗るのがいいか、イカダに乗るのがいいか、ちょっと悩ましいところではあると思うけど。これで北海道にたどり着けるんだ。はい、それじゃあ私帰るね。でもこのままじゃあなたたち帰れないね。だからこれあげるね。ホラ貝をもらった。え、なんだろう。人魚を呼ぶためのホラ貝。これを使えば私を呼べるね。でも一回使ったら返してもらうから、よく考えて使うね。一回きりなんだ。じゃあ、北海道の地に、蝦夷の地にやってきましたが。あ、あれ、勝手に村まで、いつ進行してしまった。函館村。あ、宿屋あるじゃないですか。なんだ？あ、いるじゃん、こいつ。リッシュ。荷物を片付けておけ。はい。ジョージ。外国人がいる。これを全部運び込むんだぞ。なんかインディアンみたいじゃない？そこの子。ほら。あ、そのつづら開けられないのかな？何してるんですかね？そっちのつづらも開けられるのかな？あんな大荷物、そっから見えるの？あんな大荷物、一人で運ぶなんて無理だよ。荷物を運ぶのを手伝ってやりますか？手伝ってやりますか？そうだな、あれじゃキリがね。何なんですかね。
手伝うぜ。ティンバ、いけません。叱られます。一人より五人の方が早く終わるだろう。故郷を遠く離れてこんな親切を受けるとは思いませんでした。見たところこの国の人間ではなさそうだが。はい、私は海を渡った国から来ました。海を渡って、さっき話していた人たちもあなたの仲間なのか。私のマスターです。私はあの人に連れられてきたのです。あなたにバカに仕事をさせて意地悪よね。あの人たちに逆らったら生きていられませんから。言ってください。見つかったら叱られます。何なんだろうこの子。追い出されちゃうの？なんか怪しい奴らだぜ。いや、一泊していきたいだけなんだけど。ダメかな？あれ？いなくなった？横浜から来た異国の人が変な話をしていたわ。どんな話だ？お客の話を他人に教えるなんてできないわ。殺生がね、女に強い奴に行かせよう。十郎太か。どうやって行くの？しつこいわね。君は正しいと思うよ。立派だ。でも教えてくれないか？正面から行くんだね。まあ素敵な男の方、ぽ。いや、私は。え？なんでもない。それより異国の人の話を聞かせてほしい。君から聞いたなんて誰にも秘密にするよ。二人だけの秘密ね。あの人たち、なんとかっていう穴を探しているらしいの。日本中を探したけど、この辺にしか残ってないんだって。なんで穴なんか探すのかしら。ありがとう、君。あ、冷血を探してるんだ。いやー、さすが女たらし。私は女だ。俺もういなくなってるんだ。いなくなったんですね。どこに向かったんだろう。とりあえず泊まっていきますか。とりあえずね、新しい村なんで、まあ、散策していきますか。こんにちは、お元気ですか？うちの子はしつけがいいんだ。あんまり広い村じゃないのかな。宿屋にいる大男たちは海の向こうから来たって言うぜ。いや、もういなくなってましたけどね。拙者は暑がりなので、ここに住んでいるのでござる。ああ、涼しい。わしは寒がりでな。ああ、引っ越したい。暑がりと寒がりが一緒に住んでるんだ。なんかお地蔵さんがたくさんあるな。他の温泉に入ってみたら体の調子が良くなったんじゃ。お地蔵さんが4人もいるよ。傘地蔵みたいな。どれでもセーブできるんだ。特に違いはないのかな。走り地蔵？あ、とうとう見つかってしまった。貴様妖怪だな。僕は走り地蔵、人間に害を与えない妖怪さ。人間に害を与えない、本当か？信じますか。妖怪の中にも害を与えない妖怪もいるからな、信じよう。ありがとう。でももうここにはいられないや。それだったら俺たちが作った妖怪の村に行けばいいよ。ありがとう。こんなところにもいたんだ。まあ、蝦夷の地でまた新しい村が多分出てくるから、またね、どこかで妖怪集めしていきたいな。人魚って見たことある？海を渡るには横浜町とやらに行かねばならないそうな。あ、横浜から海外に行ける？一度でいいから本土に行ってみたいわ。はあ、なんかやる気出ないんだよね。なんだ、何か、こいつも何か渡してあげればいいのかな。全然何渡せばいいのかわかんないけどね。この近くの温泉は気持ちがいいぞ。あ、どこかに温泉があるの？北海道の温泉。村の近くの池が温泉になっちゃったんだ。サムライドマンがこんなところで何をしておれ。帰れ。この家は、なんだよ、お客さんかい。まあまあ、こんなところまでご苦労なこと。ふん。何もないですね。あれ、そんなところかな？山と誰かいるぞ。行商人、出張防具屋ですぜ。あ、防具屋さん、久しぶりだね。鳳凰頭巾。敏捷性が下がるな。いや、夏目だけ敏捷性がズバ抜けて高いんだよな。待て、吉祥兜。ちょっと買い替えていきますか。久しぶりですね、防具。
新調できるの。一応他の鎧も3つ買って、キリンの靴も4つ。あ、お金なくなっちゃうな。必勝本王頭巾も買っておきますか。買っちゃっていいかな。いや、ちょっと待って。夏目の敏捷性はね、できればそのまま維持してもらいたいんだよな。最強装備にすると同時期に外れちゃうんだ。まだね、天下五剣が一番強いわけじゃないのかな。ああ、で、今まで気づかなかったけど、これ、並び替えできたんですね。並び替えしてもな、別に何もメリットないですよね。足を履き替えたけど、115まで下がってしまうと、夏目の行動順が、一番最後になっちゃうな。それはちょっと避けたいかな。なら、鶴の衣も買っといてあげますか。これで多少防御力も上がるでしょう。その代わり、眠り耐性なくなってしまうけど、まあ、いいんじゃないかな。いや、お金結構貯まったのに、もう空っぽになってしまったな。どうしようかな。蝦夷の地までやってきたんですけれども、一旦今回はこの辺でね、終わりにして、また続きは次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。